はい、釣り子 D ミワさん、ご無沙汰しております。忘れてません、青木です。いよいよ始まりましたね、はい、横浜なんだっけ釣りフェスティバル、釣りフェスティバル、はい、2023、はい、富士工業に僕いるんですけども、はい、今年は、青木デザインのリールシートが出ます。いよいよというか、そんなことってあるんですか、今まで。今までないらしいです。あの外部の人間がデザインしたものは初めてだそうです。あ、はい、それがここに並んでるこの、ね、このフラットバックキャスティングシート、フラットバックキャスティングシート、はい、で特徴はですね、まずバリアフリーシステム、ここは分かりますかね、フードのところだけ出っ張ってて、はい、こう握った時にですね、ほら段差がない、ここは段差がない、先端の方で処理しているから、はい、ここにレールがあって、これがはまってテコは上がらない。そっか、どう作ったって従来のやつだったら絶対に指に触れてるところって生まれますもんね。ネジが当たっちゃったりするんですよ。で、今回僕が頑張ったところ、はい、今の15シートなんですが13シート、今までのやつって16って言われたやつが15の内径のパイプにトリガーとかをつけてたんですよ。でもそんなに太いブランクってそんなないですよ。ですね、だからあの風増しして無理くりではないですけど、まあそれが普通でした。はい、もったいないのでもう一個ちっちゃいの、本当は11も作ってくれてたんですけど、今特にそれ保留で13もできました。13のパイプにトリガーといろいろつけたやつがこれで、これが、僕のが自信作で、もうフラット面作ってるんですよ。すごい持ちやすい、はい、とちっちゃく握れて、はい、すごくしっかり握れる。3フィンガーでも2フィンガーでも触れてる感がないつつ、はい、がっちりと握れる、はい、隙間がないのでしっかり握れるという特徴のリールシート、はい、ちょっと強く握ってもらってこう動かすの、ほらすごい、ね、今自然にスッと、自分はこの握りなんですけども、はい、かなりがっちり力が入ってます。そうですね、無理なくなんか吸い付くように力が込められてる、ね、この横型に強い、全然ブレない、はい、っていう特徴のあるリールシートで、これはカーボン素材で、富士の義徳カーボンで作られてて、めっちゃ軽いんですよ、で強いっていう特徴があります。なんかもうこの人が食いついてますよ、 V4、 はい、と、あと、紐のグラビアアイドルの方が、はい、ちょっと僕助さんとちょっと仲いいんですけども、はい、タイラワロットをプロデュースらしくて、これに決定って言いました。女性の方がすごい言いやすいと思います。その本当、自分なんかも手小さい族なんで、はい、今のはまあ早く自分でもちょっと早く使ってみたいなっていう、はい、そうですね、まあ、もちろんうちの竿も次が出るやつは全部これにしていこうかなと思います。カーボンでできてて、バフ掛けだけだと思います。で、こんな綺麗な、はい、マーブルというか、なんというか、そうですね、これは楽しみです。ありがとうございます。塗装しなくていいんですよ、ちょっとお高いんですが、はいはい、まあ、塗装しないでいい分お得かなっていう。値段はまだ出てない、出てるんですけど、はい、6000円しちゃうんですよ。あー、ベイトのそのユニット一式で6000円ですね、はいはい、ちょっとお高いですが、まあ値打ちがあるので。でもジーニアスのロットには最初からそれが組み込まれちゃうかもよっていうと、まあそこら辺から試したい人は、はい、やります。後ろに怖い人はいますよ。了解です。これ、MC スクエアのダブルベアリングに、ブラックマグを入れたやつ、これが噂の、これブラックにすることによって何が変わった、強力なネオジムに変わった。大体キャスティング多分みんな7ぐらいでやってくれると思うんですけど、はい、見てください、3いってないですよ。で、
これを一回横投げでいいんで投げてほしいんですよ。上でもいいですよ。どんどん進化しますね。ダイナモのちっちゃい方。あーす。すごい。これは島のブースの真横じゃないですか。胸借りてます。でもリスペクトしますから大丈夫ですよ、はい、これが、はい、いやでもオーロラボディになっただけですよ、はい、形成してるんで。いやー富士ブースになんかいろんな気になるものが これはよく存じ上げてるというか、あのよく SNS で見てるんですけど、でもこれは今井さんモデルじゃなくて、はい、まあ、この IP コートの強度を調べるためにテストモデル、はいはい、僕が一番好きな状態、はいはい、MC スクエアドっていうメーカーがあるんですけども、はい、それのトゥルーダブルベアリング、はい、どういうことかというと、普通ダブルベアリングコート見て壁、玉、壁、壁、玉、壁なんですよ、はいね、はい、それが壁、玉、壁、玉、壁なんですよ。どういう状態かと言いますと、こういう状態です。あー、すごい。はい。で、さらに、スプール側っていうのが、1150っていうベアリングが、こっちがね、はい、が、普通は、工業規格のベアリングでは、ダブルが組めないんですよ。スプールを4ミリに削って、ダブル組んでるわけですよ。それはないから。ただ、ここの MC スクエアドっていう会社、恐ろしくて、ベアリング作れちゃうんですよ。だから外径11ミリ、内径5ミリをダブル作っちゃったんです。さらに僕が、ダブルベアリングで大体にこうオーリング入れて幅調整するんですよ、はい、で僕は4がいいなって言ったら4で作ってくれました。すごい。で4にするっていうのは相当難しくて、で玉がちっちゃくてなんか静電気起きたらダメなんらしいんですよ、はい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 、でオイルの中で入れますよ、これって。で今3ミリだったんですけど4にしてもらったら入れるのがむっちゃ難しくなったんですね。それも全部やってくれちゃった、はい、そういうところから全部調整して作り込んだ、はい、それにさらにブラックマグより強力なネオジウムという理解で、そうですね、これ半端なく強いんで、はい、これはでもね、僕がねベルダクトっていうバーチャーサイトに作ったやつ、10年間眠ってました。来た、これ聞いてないんですけど、はい、これは何ですか、このボディは。それはこれ気になるんです。それはあるから聞いていいんですよ。うちのエース三原プロトの職人中、プロト、まだまだプロトの、はい、まあ、太いとがっつり入れたいな仕様ってことでいいんじゃないですか。まだ名前はない、早く決めてね三原君。あーすごい、初出しっすね。これはまだじゃあちょっとこれからいろいろ中も変わっていくこともあるかもしれないし、ただ、はい、さっきのダブルがもし必要であれば入るかもしれないし、ダブルはね、ノブがね、ガラデザインすごいの。これ新しいですね。はい、これじゃないですよ。全然違うんですよ。まだ変わってくる。もうみんなびっくりする。ただでかいとかじゃないですか。いやー、ヒット聞いていいんですよ。ヒット握りやすい。握りやすくて三原持ちがしやすい。三原持ちがしやすい。順調にいくといつぐらいに。夏に。夏には見れるかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。富士工業よろしくお願いします。ね。このモデルはスプールのエッジの色とかで。あ、じゃあリール見せてください。ああ。あれ釣り子さんじゃないですか。やべえ。どうしたどうしたどうした。いや何にもないですよ。ちょっとね。探してたんですよ。今用事があって来たんですけど。お買い上げです今。商品です。はい。超これをね買いに来たんですよ。はいはいはい、今日受け取りに来たんですけど、気になりますよね。これはもしかして今井さんモデル？請求書付き。
これ今井さんモデルです。ほら K 今井オールはって書いてますけど、話では聞いてたけど本当使うんですよ今年。いや僕ね、あのやっぱスプールがセパレートになるっていうのはやっぱすごく僕の中ではそのすごい軽いフィールで物投げられるんで、前からそういうスプールの方が好きなんですよ。それでまあダイヤさんのリール結構使ってるの多いんですけど、まあそのジーニアスも前から巻物とかに使わせていただいてて、まあちょっとセパレートになったら軽いもの投げれるのかなと、フィーリングは結構いいリールなんで使いたいなと思って。ちょっとそれの寂しいところとかも全部はい、してください、まあ、とにかくね出てるもの全部使ってみて、これもかなりお高いリールなんで、僕のそのリールは5万円以内っていうところからちょっと外れるんですけど、ベースのリールはそんなに高くないじゃないですか。なのでまあチューニングしてどこまで変わったのかっていうのも含めてちょっと興味あります。2023年の主力機種一つゲットなんでってことで、イエーイいいものさ集めちゃいました。まああのデロスハンドルつけちゃうかもしれないですけど、それ小森さんしかできない技。釣り子 TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたらこんなに便利なものはありません。ディーパー魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。